この外伝の世界へ行くのですか？いや、よく来てくれた。実は困ったことがあってね。我が国の機密がアリステル残党軍に漏れているんじゃないかという情報があったんだ。それって内通者がいるということか。残念だけどそういうことだろうね。早急に対処せねばなりませんね。その内通者の特定と確保が俺たちの任務ということだな。ああ、その通りだよ。内通者は裁きの断崖でアリステル残党軍と定期的に接触しているらしい。そして次の接触は今夜あたりなんじゃないかという情報も得ている。ではすぐに俺たち3人で裁きの断崖に向かうことにしよう。2人ともそれでいいな？ええ、もちろんです。残党兵と内通者に気づかれないためにも少数の方が都合いいしね。急な話で申し訳ないけど3人とも頼んだよ。ここに内通者が現れるって話だけど、どこで見張るのがいいんだろう。裁きの断崖と一口に言っても結構広いですからね。そうだな、手分けして見張る方がいいだろう。この辺りで接触するならオアシス付近か街道に分けられるけど。この辺りの街道なら隠れられるところがないから一人で十分だろう。だがオアシスは樹木の影など死角がある。二人で見張りたいところだな。ではストックが私たちのどちらかとオアシス付近を担当、そして残った者が街道の方を見張るというのはどうでしょうか。私もそれでいいよ。そうだな、ではエルーカとオアシスに向かおう。うん、了解。それじゃあ街道の見張りは私に任せて。それでは私たちはオアシスに向かいましょうか。ああ、緊張しているのか？ええ、少しばかりですが、ストックが一緒で非常に心強いです。それにしてもなかなか現れませんね。こういった任務は忍耐力が重要だ。焦らず待つしかない。慣れているのですね。俺たちは以前はアリステルの情報部に所属していたからな。俺たち、それはマルコさんやレイニーさんのことですよね。レイニーさんはいつもストックと一緒にいるのですか？ん？まあそうだな。レイニーが気になるのか？いえ、そういうわけでは。その、私、殿方と二人きりというのはあまり経験がないのです。ストックだからお話ししますが、殿方が少し怖いというか、レイニーさんは平気なのかと。そういうことか。レイニーの場合、昔から男だらけの傭兵団で鍛えられているせいだろう。あいつが俺に気兼ねしない分、俺も一緒にいて気が楽だ。そうなのですね。エルーカだって
今は俺と二人きりだぞ。それは、ストックなら大丈夫なのです。あなたは、ストックはお兄様に似ていますから。アミか。ええ、とても優しい兄でした。私が不安がっていると、いつも手を握って大丈夫だと言い聞かせてくれて、手を握られていると不安が和らいで安心した気持ちになったのを今でも私は覚えています。そうか。あの、ストック、一つお願いを聞いていただけますか？どうした？その、少しの間だけでいいので、手を握ってもらえませんか？わかった。こうか。ストックの手、大きいですね。そうか。自分では気づかないものだな。そうかもしれませんね。そろそろだな。ああ、すみません。私ったらいつまで手を握って。ああ、いや、そうじゃない。内通者が来る頃だと思ってな。任務に集中しなければ。火を消して身を隠そう。わかりました。ストック、誰か来たようです。アリステル残党軍だ。間違いない。ここで内通者と落ち合うつもりだろう。ピエールだ。では行くぞ。ピエール！エルーカ様。アリステルの残党軍に情報を流してたのはお前だったんだな。ピエール、答えてください。僕、裏切ったんですよ。なぜと今は問いません。ですが、これ以上罪を重ねさせません。おとなしく私たちに従いなさい。仕方ないな。痛い目を見てもらう。負けられない。そこだ。勝てましたね。無駄な抵抗はやめろ、ピエール。妹さんが悲しむようなことはもうしないでくださいね。エルーカの言う通りだ。バカなことは考えるなよ。はい。ではレイニーと合流してグランゴルグに戻るぞ。まさかピエールが内通者だったとはね。ピエールはすっかりおとなしくなっているが、念のため牢に入ってもらった。反省はしてるみたいだけどね。やはりピエールは罰せられるのですね。無罪放免とはいかないからね。
だがもしアリステル残党軍の有効な情報を得られるなら、それと引き換えに多少の原型はあるかもしれない。まさか二重スパイに仕立てる気か。君は彼に務まると思うかい。いや無理だろだよね。今回は急な要請にもかかわらずよくやってくれたね。報酬を受け取ってほしい。また何かあったら頼むと。それまではよく休んでくれ。